エルカチャンネル。誰かがスマホなくしたって家に着いてから言い出しましてね。今日正直もう動画撮るのやめようって言ってなんかだれちゃって最後の最後に誰かがやらかしたみたいで、今俺のスマホから自分の iCloud からなんか調べるってやつで一生懸命してるんですけど、サインインする ID がわからないみたいですね。どこで落としたんだろう。ここから出て行ったのがくら寿司、その後が、ああ夢タウンの駐車場行ったね、とぐる倉庫、ああぐるぐる倉庫か。あれぐるぐる倉庫で一瞬俺から消えた時にはトイレかなんか行ったの。トイレ。そこではロケットはそんなじゃないけん。ああなんか今日全然ダメダメな日みたいですね。スマホを落とすのは初めてですか？初めて。だなぁ。サインインってるとかわいそうなんで、ちょっと。これだと思うかな。それで、パスワード。パスワード？パスワードもいるよ。パスワードも知らんぞ、俺。ほら、よく使うやつだったりするんじゃない？なんか思いつくのがあるんじゃないですか？てか、Apple ID 自体は持ってるんですか？何の設定もしてないけど、とりあえずここに ID とパスワードをお忘れですかっていうのがあるから、ここでまず持ってるかどうかを調べましょう。この Apple ID は有効でないかサポートされていませんって出たよ。ってことはですよ、そもそもが Apple ID なるものをあなたは持ってないんじゃないんですか？ソフトバンク行っても使ってくれるかな。ソフトバンクに今から行きますか？まあ行きましょうか。財布持った？鍵持った？はい行くよ。よいしょしょ。Lちゃん。スマホ見つかったんだって？はい、見ましたな。ソフトバンクで探してもらったんでしょ？はい。で、今向かってるってわけですよね。ですね。いいえ、ソフトバンクでやってもらって、思いつくとこ電話して、弁護だったと。で、特徴をちゃんと言わないと、ほら、本人のかどうかわかんないじゃないですか。そしたら、待ち受けが、あの、3月の仙石パークの時の、の写真。はい、そうです。そうでしょ、はい、店員さんがなんか着物を着た人がって言うからまあそれそれってなったんですけど、第一に全国に知りたいです。それを待ち受けにしてるんで、人に見られてはちょっとってやつですね。そう、あそれだけちょっと見られた困るものだったかなと。まあ、それ以外はもう全然知られたんで、まあ見つかってよかったっすね。よかった、マジで。なんで忘れた場所、くら寿司に向かってます。エルちゃん、今くら寿司に着きましたよ。スマホを取りに行ってます。面白いな。もうへこんでへこんで横でどうするんだろう。なんかご飯をおごるとか言われたけど、ご飯さっき ここで食べたばっかなんだよね。どうしたもんかね。まあ今なら何言ってもどうぞどうぞって言ってくれてるんで甘えたいと思います。ちょっと降りとこうかな。エルちゃん。さあ、帰ったろ。よし、帰ろ。よし、携帯よし。帰ろうぜ。よかったね、見つかって。でも見つかったからよかったんだけどさ、これちょっと真面目な話、探すって大変だね。正直 CM とかで見てるのってめちゃくちゃ簡単な感じで言ってるから余裕だろうと思ったけど、
そうでもなかったね。まあ、案内のメモを取るのも4回くらい、5回目で間違ってないし。メモね。だってさ、何言ってっか一応わかんねえけど。いや、案内言うじゃん。どの辺にありますって。さっきの住所ね。また住所わかんないからね、言われても。これですね。噂の着物がって言ってたので、そうそうそう、まあ見つかったみたいでよかったです。エルちゃん、あ、帰ってきましたよ。あれ、今何使ってたんだっけ。 iPhone? iPhone 12、うん、危うく13 Pro Max になるとこだった、それだったら14が出るまで待つよ。え、でも携帯ないじゃん。あ、そうよかったね、まあ見つかって。遠征から帰ってきて早々大変な目になるとこだったね。あれ、なんだっけ、くら寿司の人からは何か言われましたか。いや、貴重品になるんで金庫に入れてます。そこまで頑丈に攻めていけるなって。本人確認とかは別にしなかったんだ。何も聞かれんかった。いや、どういう携帯ですか。黒のパカパカするやつで画面が熊本城になってますって。これちょっと違いますねとか言われんかった。その前に4人着物を着た女の子が並んで回ってはいってる。ああ、わかりましたって言って、あ、やっぱあいつだよ、来たよ来たよ来た来たって言われよったっていう裏で。で、裏の人たちも、あ、これ天国姫隊だとかはキャキャキャ。あ、言ってたの。言ってない。なるほどね。それ言ってたら俺の方がマジでってなったのに。話盛るなよ。信じかけたじゃん。エルちゃん、まあまあよかったっすね。今日本当撮影する予定なかったんですよ。役に立ったのはよかったです。本当どうもありがとうございますね。こんな日が落ちるまで。いや、ちょっと、ね、気にはなってたんよ。あんま連絡が取れなくなる。そうだよね。今回は大変な一日にございました。またお会いいたしましょう。さようなら。